chapter 4. I know this says chapter 3 and chapter 4. Proof of Rebirth, boys. I didn't earn many misses at all. But it's okay. Yodai. Oh. Denare. Oh. Ah. Yes, I remember this was in UK4. Manga. Dogami Kayu. Toshin Shoni. Jua Zembudeo. Itonitsuki Ropatu Toshite. Sanju Ropatsa Digger. Sanju Ropatska. Aitia Ueno Yoshiarto. Sonovan Yirsewakai no Renchu Zain.こび出して何のなんすか柴田担当直入に言います。の吉原の襲撃、真島さん行かないで。どうしたと最後出所直後都内を襲う。そう、実はちょっと問題が、予定を減らせてもらうとした。まま襲撃れば堂島組長や島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。兄弟はもう向かってんねや。じゃあ俺はどうしたらいいんじゃ。真島さん、あんたは俺に兄弟を裏切れっちゅんか。このまま見殺しにせっちゅんか。落ち着いて、落ち着いて。俺は行く。たとえな裏があっても構えん。俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、それじゃああなたの身も。うるせえ、関係ないわ。こっちはそないなもん、とっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか、それじゃ仕方ありませんね。おい、リバタ。失望したで、真島。島野の親父。五郎にとって親の命令は絶対。お前たらそんくらい勝っとると思っとったかな。親父、兄弟は冴島どうなったんですか。教えてください、親父。道を外した極道の行き着く先が粉蔵や。あ、親父、安心せえ、別に殺しはせん。せやけど、ここにぶち込まれた奴はみんな殺してくれって泣いて頼むわ。なんでやろな。親父、兄弟は教えてください、親父。
Another shit night's sleep. Gotta get to work. Not much else I can do right now. And yeah, I go. For another awesome day of work. As I gangsta walk my way into my own building. Good morning, sir. And again, thank you for managing to strike a deal without a Z yesterday. Just doing my job. Now it's up to you guys to keep this place on the upswing. Still, that was quite the surprise to wake up to. Why didn't you tell me two other girls were coming besides Nozomi? Two what now? Sure, neither one is at Nozomi's level, but they're both veterans and fantastic draws for the club. With any luck, they'll bring all their old regulars to us. Gave up some of our girls in the trade, but there's no denying we came out on top here. Last night negotiation must have been something to behold. Well, I did a fair bit of research beforehand. As long as you get a little dirt under your belt, you can pretty much win the rest. That may be true for you. It's no wonder they call you the Lord of the Night. Looks like my little talk with you because it went better than I thought. Probably could have stuck it to him even harder though. Get a few more girls out of him. Guess I could have done more research or given the club a better luck, get a few more cards for him to play with. Telephone for you, sir. Owner, that's what I said. The owner? I'll handle it. Nano Yoya. Otskar-san. Oma just to Imaka Deraneka. Huh? Yes, sir. Oma to Nomitaknateo. Do you Kazeno Fukimashia? I niku.あんたと酒飲むくらいなら自分のしょんべん飲む方がまだマシや。やめとけ。あんまりうまいもんじゃねえぞあれは。店は下の連中に任せとけば一日ぐらいはなんとかなんだろう。俺は下場公園で待ってる。早く来いよ。おい。オーナーからの呼び出しや。いつ戻れるか分からんから、あと頼んだで。え、分かりました。主任にも伝えておきます。すまんの。Just got into the place and already gotta go back out. People are doing this and that and just have so much money. Alright, mic off time. Oh. Konai na toko ni yobidashite nan no yo ya. Sou kamaeru na tte. Omae to nomitai dake tte itta janen ga.これ座れよ。何にせよまずは一杯やってからだ。
大将、こいつにも適当に見繕ってやって。いい。こんなご時世だ。10万するフグの解析だの、100グラム1万の松坂牛だのなんだの、高えもんはあらかた食ったけど、こんなボロい屋台の80円の大根が一番うめえ。金ってのは一体何なんだろうな。お、なんだよ、最初の一杯っきり全然飲んでねえじゃねえか。あんたが横におって気持ちを飲めるか。もう2年にもなるか、お前との付き合いも。なのにそういう反抗的なとこは変わんねえな。あの島野の兄弟がなんでお前みたいなやつを生かしておいてるんだか。まあわけわかんねえよな。極道の世界で親に逆らったやつは必ず相応の報いを受けるもんだ。破門、絶縁、その辺ならまだいいが、ひでえ時には人知れず殴り殺しにされることもある。お前は穴ぐらいきっていう、その最悪のケースを踏んじまったはずなんだ。だが穴蔵での拷問に1年間も耐え抜いたお前を島野はあそこから出した。耐えたお前のたくさも信じられねえけど、何より一度穴蔵に落としたやつをあの島野が救うとはな。だが島野がお前を許したかといえばそうでもない。穴蔵から出たお前は破門も絶縁もされずに極道の世界から追放された。そして大門違いの兄弟分である俺にお前を預け、仇として飼うように指示をした。武闘派と呼ばれる島野がなんでそんなに回りくどいことをしているのか、奴の目的は一体何だろうな。さあ、俺が聞きたいくらい。案外理由は単純で、ただ単にお前のケツの味が忘れられないだけなのかもしれねえな。なんだよ、つまんねえやつだな。そうだ、一つお前に聞いてみたかったんだ。なんでお前そんなに登場会に戻りてんだ。お前みてえな跳ねっ返りがこんなバスに耐え続けてまで。冴島大河だっけか。お前が登場会にいた時の兄弟分だっけ。そいつのためって言ってたよな。18人殺しの冴島大河か。当時は大騒ぎになったもんだ。登場会と敵対していた地元組織上野清和会の会合に単身襲撃。結果相手組員18人を射殺したんだからよ。登場会の生ける伝説、こっちでも随分話題になったけど、その冴島も今や無所の中。18人もやったんだ。あとは死刑判決を待つだけだろ。なのにお前はそいつのために登場会への復帰を望んでいる。
そこがわかんねえんだ。兄弟は塀の中で死ぬような弾やない。あいつは必ず戻ってくる。俺を殺しにな。殺しに？いや、なんでもない。もう過去の話や。とにかく俺はどんな目に遭おうが、どんな屈辱に遭おうが、登場会でのし上がらなあかんねん。はあ、なるほどね。そうやって帰ってくるはずもない兄弟分の帰りを待ち続けてるってわけか。登場会に戻って佐江島が戻ってきた時の席を用意する必要があるっつ。泣ける話じゃねえかな。あんたには関係あらへん。まあ俺も大門違いとはいえ、島野の兄弟には仲良くさせてもらってるからな。でもまあ俺だったら自分の人生の全てを捨ててまで他人のために生きる道を選択する気にはなれねえな。お前もいい大人なんだ。もっと器用に立ち回ってもいいんじゃないのか。まあいいや、お前が俺に言われて素直に入って言わない男なのは分かってる。じゃあお望みの本題に入ろうか。お前、人を一人殺せるか。殺し？ああ、そうだ。なんで俺がそんなようなことを言ったじゃねえか。極道に戻れるなら何でもやるってよ。違うのか。そないなことせんでも俺は店の売り上げあと5億上げて極道に戻る。お弟子生から望みを引き抜いてか。もう知っとんのか。けどさ、もし俺がお弟子生に連絡すりゃその話今からでもなかったことにできるんだよ。なんやと。まあつまりお前の未来は俺の手の中にあるってことだ。金儲けさせた上に人殺しまで手伝いっちゅんか。どっちも大事なことなんだよ。俺にとってもお前にとっても。誰をやればいいんや。牧村誠、聞いたことないか。誰やそれ。知らないか。最近蒼天堀で荒稼ぎしてる売春組織の元締めだ。売春？牧村はそこらの女子大生やら若い女を捕まえては稼がせてその上がりを吸い上げてる。その上組織から逃げ出そうもんなら見せしめに赤ん坊の産めねえ体にされるってよ。相手がクズでよかったな。やりやすくなっただろ。その牧村って男はどこにおるん。それを調べるのも仕事のうちだ。牧村は女たちにテレクラで男を釣らせてる。探るんなら末端の女どもから当たるのがいいだろう。テレクラで牧村の息のかかった女を探すっちゅうことか。仕事の期限は2日だ。それまでに的を仕留めろ。もしそれを超えた場合、今度はお前が狙われる立場になる。いいな。そら楽しみな。殺しの方法はお前に任せる。仕事を終えたらこの番号へかけろ。分かった。真島ちゃん、最後に確認しとくぞ。殺しに人数や相手は関係ねえ。一人殺そうが18人殺そうが、成人を殺そうがクズを殺そうが、人殺しは人殺し。やった瞬間真っ当な人生には二度と戻れなくなる。街を歩こうが家にいようが人を殺したっていう記憶が頭から離れなくなる。極道の先輩として忠告しておくけど、殺しなんてやらないで済むならその方がいい。当たり前だよな。でもお前はてめえの目的のために見ず知らずの誰かを殺せるか。うるさいわ。どっちみち人の一人殺せんやつは極道として半人前や。
やったるわ。そうか。ごちそうさん。こいつの分もこれで。あとは好きに飲んでくれ。あ、ガンもうまいぞ。食っとけ。じゃあ頼んだよ。牧村誠。Alright then, this is a good thing. My big chance to get back into the Yakuza life. I still got time. The absolute worst thing I can do is rush shit and screw up. I'll start tomorrow, do it right. Tonight, I just need to get to bed. But I've taken to anytime I get a break in the action, stopping my recording, right? And then, like, doing side quests, recording them as their own video, and then continuing the actual main story. This game is actually very detailed. Rest until morning, you know it. I'm ending Makoto Makamura, step one, finding the guy. Sagawa is set to try hitting the telephone clubs for girls in Makamura's ring. Guess it's time to make some calls. Time to go. I thought this part would be done. It would be dubbed out, but it's not. So. Welcome. How much time would you like today? Give me 2 hours. Thank you, sir. Please head down the hall to room number 5. He said Makoto Makamura is using college age girls. Hope I get lucky and find one. Moshi Moshi. Oh, hi. Hey there. Oi, your voice is pretty damn cute. What are you up to? Now, just lying around. Jealous, got the day off. The baby finally went down for his nap, and I got my hands free. I figured I'd call him. Housewife with the kid, that's off the mark. Guess it'd be too lucky to strike gold for the first call. This is gonna take a while. And I just put the baby down. I was like, oh, damn it. I don't need no Obasans right now. I'm looking for those college girls, those right girls. もしもし。ああ、もしもし。どうもこんにちは。俺、五郎言うんやけど、そっちは？うち？あっこ。あっこちゃんか。あ、何や、元気なさそうやん。もっと楽しくおしゃべりしようや。せやけどめっちゃだるいんやもん。久々に学校行ったけど、速攻で受けてもうた。Class? We got a college student? なんや自分、ひょっとして女子大生？そうやけど。I still don't know if she's connected to Makamura. Gotta keep digging here. Ako-chan, Telegra にはよく電話しとんの？せやな。うち退屈なんが嫌やから、遊んでくれはる人を探してんねん。ほな、外で会ったりとか？ドキドキな。会う会わへんはどないして決めとるんや？まあ、お腹空いてる時とか？元気やな。飯をおごってくれたら相手は誰でもええんや。別に誰でもええってわけやないけど。あ、そうや、五郎さんやったっけ。五郎さん入れ墨してはったりせえへん？入れ墨やと。うちそういうのちょっと興味あんねん。しとる言うたらどないする？
ほんまに？ほんまにしとるんやったらどんな柄なんか教えてくれへん？なんでそないなことが気になるんや。うち絵の勉強してんねん。せやけど入れ墨なんてめったに見られへんや。せやからもし入れ墨しとる人がおったら実際に会うて生で見せてもらったりすんねん。般若や。え？俺の姓には般若が入っとる。そうなんや。般若か。ところでアッコちゃん、俺からもちょっと聞きたいんやが。ん？何？牧村誠って知っとるか？ごめん、切るわ。ちょっと待ってくれ。何？いいやな、俺実はフリーのライターやっててな、牧村藩のこと興味あんねや。それで牧村藩を知ってる人から話聞きたいな思っててな。あこちゃん、牧村藩のこと何か知っとるんか？せやったら超大手話聞かせてもらえへんやろうか。ああ、もちろんお礼はするで。絶対あっこちゃんにも牧村藩にも迷惑かけへん。どうやろか。ほんまに？ほんまや、ほんま。わかった。せやったら今から岩尾橋に来て。岩尾橋やな。五郎さんはどんな格好してんの？グラサンに黒のジャケット、髪や長髪を後ろで結んどる。目立つからすぐわかると思うで。わかった。ほな今から岩尾橋で待っとるで。絶対来てや。そしたら後で。 Yes, I got a girl connected to Makamura. Now I just gotta hope she actually shows. Time to head there and find out, I guessYep, shit's about to get real, as it always does in Yakuza. The Humble Bundle has Destiny 2 and a whole bunch of other stuff involved. I know this has absolutely negative to do with anything. But the Humble Bundle, you can subscribe to the Humble Monthly from Humble Bundle for $12 a month.And you can get such games as Destiny 2, Dead Rising 4, the Kerbal Space Program, Ruiner, Deus Ex, Mankind Divided, God Eater 2, Rage Burst, and Mafia 3. 9 games at a $217 value, son. You can get Destiny 2 for the Humble Monthly, which probably isn't a good deal considering what heck you are. Anyway, back to the game. Hey, buddy. Oh, God. This guy. Yo! You're the manager of the Grand, aren't you? Rajima-san. Yeah. That's me.Saw the Odyssey last night. I saw you there. Ah! Surrounded by pretty girls all day. You still go to a cabaret here all the time? You're real clean out there. Fuck, that was strictly business. Hey, you don't need to hide. And now you're running for the telephone club first thing in the morning. You're real hard up, aren't you? I guess that's how it is. But wait, what's your story? The fact that you've been everywhere I have made you got business with all these established too. Yeah, three rounds a day just isn't enough for me. So I wind up just going from spot to spot this day. What? From massage parlor to corn cut to who knows where? And shit three times a day? You still don't know how much jizz you got in you? I get asked that a lot. I would be like the reputation of the place. But I feel like you're in there. Still?Holy shit, I just got it. Oh, I was hoping we could share tips. Oh my god. Oh, that's, oh, yeah. Yeah, about the cutest girls in town. Who
is good. And what shot? That's what I pass. Yes. I ain't that thirsty. Yeah. That's a real shame. Still, there's way more hotties around lately, huh? If some of them put out videos, I'd be there watching for sure. Now, videos are tough. I know you think the same thing if you saw some of these things. I'll let you find some of my favorites. Go have a look. Maybe, if I feel like I'm pretty much always in one of those spots around town. So come find me, man. That's fresh recommendations. Yeah. Okay. I'm supposed to meet Akko on Iwa Bridge. That's why I had their show come time. I'm pretty sure this is probably going to be some time for me. Fuck off, nerd. I like his shoes, dude. This is where I'm supposed to meet up. I'll just have to wait until she finds me. Antaga. コロさん。の、あんたがアッコちゃんか。よう来てくれたな、おおきに。ひょっとして芸能人やってことバレた？え？しもた。やっぱりこない変装しても分かる子には分かってしまうか。自分のハンサム顔が憎いわ。あーええー、てサインやったらなんぼでも書いてあるからみんなには内緒にしといてな。うちの考えすぎか。こないアホな人が例の人なわけちゃうもんね。あ、例の人やと。なんでもない。優しそうな人で安心したわ。うちがアッコ。 Alright, that's the first hurdle cleared. ほな、早速やけど、そこらで茶でも飲みながら話聞かせてもらえるか。お茶？うち、お腹減ってんねんけど。そしたら、飯にしようか。何食いたいんや。うち、お寿司食べたい。寿司か。やっぱり女子大生ともなるとええもん食うてるんやな。そらそうやん。今時女の子とデートするんなら予算5万くらいないと話にならんわ。五郎さん、社会人ならそれくらい持っとるやろ。当たり前やないか。学生が見たこともないような豪勢な飯食わせたるわ。ほんまに？五郎さん分かっとるやん。I probably wouldn't get this info for free, but you know, gotta do what you gotta do. I'll pay whatever it takes. よっしゃ。ほな、寿司屋に行こうか。はよ行こう。Hi, Uihara. Oh my god, I know this one. Let's see if she can keep up. Try to burn off some of those calories. Dude, she's bum rushing people too.何握りやしょう。ほな、1万くらいでお任せするわ。
あと今日のええとこお作りにしてくれ。あ、ウニとイクラは絶対入れてな。いよ。レオンさん飲まへんの？一応仕事中やからな。今はやめとこ。それよりアコちゃんの話聞かせてくれ。大学生にしたら随分慣れとるようやけど、この辺の店よく来るんか？まあね、最近は割と毎日。毎日？なんや、そないノルマ厳しいんか？ノルマ？そんなあるはずないやん。いつでも好きな時にやれるのがこのバイトのええとこやん。いやいや、バイトっちゅうことはつまり誰かから依頼されてやっとるわけやろ。その元締めが例の牧村はんやろ。聞いた話やと女子大生にテレクラで男捕まえさせてその稼ぎをかっさらっとるらしいやんか。は？誠さんはそんな人とちゃうし、うちらほとんど男の人にご飯とかおごってもらうだけやし、誠さんも稼ぎよこせなんて言わへんよ。あ？ちゅうことはあっこちゃん売りとかしてへんの？当たり前やん。ひょっとして五郎さん、ほんまは取材なんて嘘で初めからいやらしいことが目当てやったとか？せやったら悪いけど、なんぼおごってもろてもホテルとかついていかんで。ああちゃうって、そういうつもりとちゃうねん。ただ俺はそういう噂を耳にしたもんやったから。ほんまに？まあそれが賢明やね。うちに何かあったら無事ですまへんから。あ、そら一体どういう。はい、小肌。美味しそう。ほな、いただきます。お代はこちらになります。ありがとうございました。ごちそうさま。おう。さて、腹ごしらえは済んだな。そしたらさっきの話の続きを。あ、うちあそこ行きたい。今度はどこや？ゲーセン。ゲーセンってゲームセンターのことか。不良のたまり場やないか。ま、家で女の行きそうな場所ではあるが。最近のゲーセンはちゃうねん。かわいいぬいぐるみとかあんの。ゲームセンターにぬいぐるみ？どういうこっちゃ。行ったらわかるわ。ほら、はよ行こう。よっしゃ。ほな、ゲームセンターに行くか。はよ行こう。最近ゲーセン行ってへんの？普段どこにおんの？まあ、うちか仕事場やな。もっとちゃんと遊ばな。女の子にモテへんよ。気ぃつけるわ。キャッチャー？なんやこれ。このボタンで中のクレーンを操作してな、ぬいぐるみを穴まで運んだらもらえるね。こんなんが1回100円やと？アホらしい。どうせそう簡単には取れへんようになっとるんやろ。普通に店で買うた方がええんちゃうか？何言うてんのや。よそで売ってないからここで取らなあかんのやな。お金で何でも買える思ったら大間違いやで。っていうか、お金はうちが払うから五郎さん代わりにやってや。うちこういうの苦手やねん。あ？なんで俺が。誠さんのこと
聞きたいんとちゃうの？しゃあないな。ほな、一応やったろやないか。ミニゲームズ。Statistical impossibility of me getting that. We got it. I think we got it. Fuck. I think I know which one we want to get. And it misses. Absolutely yes. It's not even grabbing it. How would I be able to grab that? Go. Let's get it. ほら、取れたで。これが欲しかったんやろ。めっちゃ嬉しい。五郎さん、ありがとう。ま、ざっとこんなもんや。あ、それで牧村藩のことなんやけど。こないなところで立ち話すんの？どこか落ち着いて話せるとこがええわ。ま、それもそうやな。ほな、出ようか。ほな、次はディスコや。ディスコ？あんだけ食った後でよう踊る気になるな。実はさっき電話でVIP ルーム予約してん。うちな、一度でええから VIP ルームに入ってみたいって思ってて。いつの間に予約しとったんや。人の金は思って好き勝手してくれるな。文句言わんの。連れてってくれたらそこで誠さんのこと話してあげるから。ほんまか。まあそう言われたら断れんな。ほら行こうか。This goes in the show for future. I'm sure they got a dress code there. ほな、行こか。そんな急がんといて。ちょ、待ってよ。Like at first it's just like, yo, what are you rushing for? Hey, hey, why are you rushing?五郎さん、ぬいぐるみ取るのうまいな。あんなすぐ取れる人初めて見たわ。あないなもちょろいもんやったで。時間あったら店中のぬいぐるみ取ってるわ。
ほんなら今度一緒に行くときもっといっぱい撮ってな。任せてき。なんや。The old man just comes out of nowhere. Ah, Majima, there you are. Old man, call me. What? I'm still out hunting for a place we can go at it? He's now flying the new constitution. Taking in the city. You seem troubled. Well, yeah. We gotta get across this bridge. But those punks are doing a good job of blocking the way. They're gonna break each other's faces. That's fine by me. Wish they'd throw you up. I just learned a new fighting style. On a date, no less. Oh, that was fancy. I've never seen you use that sharp. I wonder if I could pull some. Yeah. Looks like my win. This bridge means what? Fine, keep it for now. But this ain't over. I'm gonna up my game and be back for blood. Behold, it seems to be a red frock woman. Quite excited. Intriguing way of establishing the pecking order. Yeah, not bad truth for us to go. Playing coy, Majima. Watch the game spark something inside you. You not. Look at your eyes. Yeah. You got eyes like a damn lion. Yeah, alright. Still don't know if I could actually apply it. That's my excuse. Another thing to look forward to in this spot. Sorry, but I'm kind of a little sick. One of those dates, but no relax, are you? Careful for your little man and any women. What the hell? Don't tease me. But I have found out from you. I should buy a park. Park. What? I'll be waiting. I have my training to occupy me. It's a big problem. I learned a new fighting style. It's lit. Oh, sorry. The crowd's clearing out here. Let's hustle to the disco before. Hayo, iko. Maharaja?
Oh shit, we got Jinder Mahal in this game, son. The modern day Maharaja. Jinder Mahal. なんかめっちゃセレブって感じするわ。言うても二人で来たってしゃあないやろが、こないなとこはもっと大人数でシャンパー開けてパーッと楽しむもんやで。そんな友達おらんもん。そうなんか、そら意外やな。親と喧嘩して家出するような不良娘と仲良して止めてくれる子はめったにおらんし、おってもその子の親に追い返されるし、今のバイトで知り合うた子とかもおるけど、普段から連絡取って遊ぶような友達とちゃうし、せやからみんな仕方なく街で男捕まえてホテル泊まったりするけど、やっぱり危ないことの方が多いし。牧村誠っちゅうやつは、そないな行き場のない子が夜の街で妙なやつに悪さされんように仕切ってるっちゅうことか。せやけど中には危ない客もおるやろが。せやからそのような人に会うた時はすぐに誠さんのポケベルに連絡入れんねん。そしたらすぐに飛んできてくれはるから。ああ、そういえばさっきもそないなことを言うとったな。牧村っちゅんはそない喧嘩が強いんか。強いなんてもんやないって。筋肉もりもりで背もめっちゃ高いし、大抵の人はカッコ見ただけで謝って逃げるわ。ほう、そらごっついの。あ、うち踊ってくる。なんや、ビップルームはもうええんか。ディスコに来たらやっぱり踊らなそうやろ。うちお酒飲めへんし。そういうとこはまだまだやな。Alright. Time to go serve this nerd. ちょっと話してえな。やっと見つけたで。自分の出入りしそうなとこ片っ端から張ってたらいつか会えると思ってたわ。な、何？うちに一体何の用や。とぼけても無駄やで。この前の礼させてもらおう思てな。俺に散々怒らせた挙句、そろそろホテルに行く頃やっちゅう時にごっつい男呼んで俺をボコボコにしてくれたやんな。あんたが悪いんやろ。うち見たんやで、あんたが飲み物に睡眠薬混ぜてたの。そんな男についてくはずないやん。なんや、今日はこの前の男はおらんのか。おらんのやったら読んでもかまへんで。そん代わりこっちも人連れてきとるからな。あんた最低やな。なんとでもいいや。待ちや。ああ、なんやわれ。自分もこの天のおもりなんか。何勘違いしとるんや。俺はそない女のことなんて全然知らへんで。ただお前らが邪魔やから言うとるんや。なんやと。ディスコ言うたら踊る場所やろ。女ナンパしたいんやったらダンスでええとこ見せたらええやないか。今から俺が手本見せてやるさかい。そこどいて場所開けや。アホ抜かすのも大概にしとけや、このボケ。そない踊りたいんやったら踊らしたるわ。ただし俺らのサンドバッグとしてな。おう、表出ろや。Well, so much for that dancing mini game I thought I was gonna have to do. I was actually looking forward to it. I'm gonna bury you! So, I'm gonna keep that trigger attack followed by Hey! 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 H
What the hell happened to him? Goro-san, sugoi! Mecha ikasu! Ma, zatto konna mon ya. Se ya kedo, otoku o dashi ni shite kane kasegu no hodo hodo ni shitoki ya? Ima tamatama ore ga otta kedo, itsu demo rei no Makimura-han o yoberu to wa kagiran yaro. Yu temo Makoto-san.いつもすぐ近くにおるからな。読んだらほんますぐ来てくれんねんで。そうなんだ。誠さんな、普段整体師やってはるの。小福町南にあるほぐし会館ってお店。ほんまか？そしたらそこ行ったら本人に会えるやろか。多分な。But aren't we still gonna dance with her?Because we should probably still do that. Ako-chan, 今日は大きにな。ほんまに助かったわ。ほな、こっから先は本人に取材してみるわ。あ、うちが言うたってことを内緒にしてな。五郎さん、ええ人やから特別に教えたけど、ほんまは誠さんのこと内緒なんやから。わかってるわかってる。せやけど、ほんま信頼しとるんやな、牧村はんのこと。そらそうやん。あの人おらんかったら、うちも今頃どうなってたかわからへんの。そら、さすがに褒めすぎとちゃうか。女に優しゅうするのも、案外下心あってのことかもしれへんやないか。そんなん絶対ないって。蒼天堀には、誠さんに救われたって子めっちゃ多いんやから。男に騙されてひどい目合わされて自殺寸前のところを救ってもらったって子もおったし、うちらにとってほんま神様みたいな人やね。花へええ人疑ったら罰当たるわ。ふん。あ、でもただ一つだけ誠さんから頼まれてることがあんねん。頼まれてること？うん。もしお客さんの中でコウモリの入れ墨をした男の人を見たらすぐに教えてくれって。コウモリの入れ墨をした男、誰なんやそれ。うちも詳しくは知らへんけど、誠さんずっとその人を探してるみたい。誠さんから何か頼まれることなんてそれくらいしかないから、バイトしてる子はみんな協力して探してるんやわ。なるほど。それで最初俺が入れ墨しとる言うたら食いついてきたんか。そういうこと。女を使って男を探してるか。あ、あかん。そろそろ次の人と待ち合わせの時間や。次やと？まだ遊ぶんか。ほな、うちはこれでバイバーイ。たまにはうちに帰れや。気が向いたらな。This ain't adding up right now. He sounds nothing like how Sagawa described him. How's a total scumbag exploiting money for cash and into a saint going around saving him? And what's the deal with this bat that's up to him? Doesn't matter. Saint or scum, I gotta kill him. That's the job. We should be at Obushi Kaikon in Shofu Kobe. He should be at Hogashi.Kaikon in Shofukucho South. I gotta finish this too. I'm gonna go ahead and say. Hi. Well, I was gonna go say this. Yo, Shade. Who? No, you're the guy from Ewa Bridge who was duking around with the big dude with the breakers. Boom, son, I felt that. The battle was sick, yo. Those moves got me seriously bugging. I thought I'd seen the best Soda Mori had to offer, but your skills are too bad. Hurry! Oh,
Look, I just tried out some random stuff here. What the hell are you talking, man? It was like a pulp thing blue to blue. Shout out. Who is you? Lucia. Yeah, the race. She joined up to the UP until tomorrow. Me and my crew, me and this friend, we throwing down every day. We're gonna take over this team, then Japan, then the world. Feel me? Yeah, that's great. And I'm just how you plan on taking over the world by dancing on the side of the damn street. Hey, out the whole team, peace out, boy. You can't even big boots, you gotta be in the mix, man. Get one of those cats attention, you can do this. So it's a time of process. Sorry, I didn't want the leftover ingredients to go to waste. So you cooked them? This is a high-end restaurant. We don't serve leftovers to customers. Besides, you're just kitchen help. I never gave you permission to cook anything. Come on, no reason to get steamed at her. Oh, my name is Son. I'm sorry for making a scene in front of you. I forgot myself in anger. It's all good. But now I'm kind of dying to know what your assistant's cooking is like. Mind if I try to dish you, mate? What? I don't know, Majima. It's not properly made. Why not? I'll even pay you for it. No, I can't do that. Well, alright then, if you exist. But it's an exception, and please don't tell anyone else about it. No problem. I ain't no gossip. How was it? Pretty good, actually. Maybe the flavor isn't as robust as consistent as what's usually served here, but still, it's pretty impressive. Thank you very much. I'm so happy you liked it. You dummy. He's just being nice to you, that's all. Don't get silly. Yeah. In your head. No, I meant it. I'd even pay cold cash for this at a regular restaurant. What's your name? I'm Nozomi. We're not on a first name basis with customer here, Baka. Hey, what? But they... Okay, use your last name. Oh, I'm so sorry. Come on, give her a break. Ain't nothing wrong with a nice, friendly feel. Nozomi, keep it up, and you'll make a great chef one day. Me? A chef? I'm my best. Majima, you're spoiling my staff. I gotta go, but I'll be back. We'll be looking forward to that. Goodbye. We hope you dine with us again. ここやな。
I expected a fist. Just like get clotheslined into a fight. こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか。あれ、お客様ですか。He should probably have put the weapon away. おかしいな。すみません。誰かいらっしゃってますか。なんやこいつ目が。もうドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。Well, get out of the way, idiot. He looks so scared. Hi. Tell me.泥棒やったらとっくに逃げとるわ。落ち着けやな。どこにいたんですか。俺は今店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか。いや、実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんや、ゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。おい。すみません。怖くて。すみません。ええんや。で、店長は？おらんのか？今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。わかった。とにかく出直すわ。本当に本当にすみません。泣くなや。どこがお辛いんですか。え？は？さっき体がバラバラになりそうって。治療されるなら早く予約をされた方が。え、ああ、それはもうええんや。ほなまだな。やっぱり。ダイヤマー！ちゃう、違う、言うとるやろが。ああ、ほらわかった。お姉ちゃんにやってもらおうかな。な、それなら納得してもらえるか。How does this work?
main character perks, I swear. Yeah, man, you gotta really get in there. お客さん、本当に凝ってますね。相当辛かったんじゃないですか？ああ。こんなに体を酷使されてるなんて。失礼ですが、お仕事は何をされてるんですか？仕事？俺は。A security trader. Yeah. 俺は証券マンや。ああ、道理で。だからこんな足がパンパンにむくんでるんですね。ね、なんでそう思うんや？だって証券会社の人って朝から晩まで取引してる間ずっと立ちっぱなしなんでしょ？実はすごい肉体労働なんだって。ああ、せや。なんや、よう知ってるな。ずっと同じ姿勢でいると血の巡りが悪くなっちゃいますから、定期的に屈伸とかするといいですよ。そうか。私、お客さんから仕事のこととか町のこととか聞くのが好きなんです。お客さんが普段どんな仕事をしてて、それで体がこんな風に凝ってるんだなって。施術をしながら頭の中で想像したりするんです。ほう。If I keep quiet, she'll just keep asking questions. This is my chance to turn the table and get some info from her. I'm gonna ask about her. ほな、姉ちゃんの話聞かせてくれや。なんや、趣味とかあるんか？そうですね。展示の本を読んだりもしますけど、ラジオを聞く方が好きかな。ラジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、目見えへん人でも楽しめるっちゅんはラジオのええところやな。ええ。でも一方的に話を聞くより、こうしてお客さんと直接お話をする方が好きなんです。だから仕事が趣味みたいなものかもしれません。人と話すんが好き言うんやったら、あんたホステスなんか向いとるんとちゃうか？私がですか？さすがにそれは。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんや。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。そういうものなんですか？そんなもんや。その点姉ちゃんはいい線いっとると思うで。しかし仕事が好きか、そら羨ましいの。お仕事好きじゃないんですか？うん、まあ上司がちょっとな。そうなんですか。じゃあきっと私は上司に恵まれてるんですね。店長に出会えて私本当に助かったんです。店長のお店だったから今までやってこれたけど、他のお店だったらとても。 She seems pretty grateful towards him. Just who is this guy? If I keep quiet, she'll just keep asking questions. This is my chance to turn the table and get some info from him. Ask about the boss. ここの店長ってのはどないな人なんや？店長ですか？そうですね。なんか見た目は怖いらしいです。なんや、その見た目はっちゅうのはまるで実はちゃうみたいやないか。だってあんなに優しい人他にいませんよ。そりゃ怒鳴ると怖いかもしれませんけど。そのなんや、暴力を振るうタイプとちゃうんか？暴力？確かに店長力は強いみたいですね。店長の指圧を受けてるお客さんはいっつも悲鳴を上げてますよ。いや、そういう意味はのうてな。でもあんなに強く指圧してるのに
揉み返しが起こることが全然ないってすっごく評判なんですよ。ゴッドハンドっちゅうやつか。どうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まですることもありますし、いつもお客さんの健康を第一に考えてるんです。整体師としてもそうですけど、人間としてとっても尊敬できる人ですよ。はあ。それに以前私も店長に救われたし。救われた？とにかく店長は全然怖くないですよ。人は見た目によらないってことで。私見たことないですけど。おいおい、さすがに笑えんで。Koto Makamura saved this girl too, saying, Bako, guess I'm just gonna have to meet this fellow in person to see for myself. But what about the knife he had? Oh, yeah, there it is. お客さん。なんや。寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし。睡眠不足が続いていたんじゃないですか？ああ、そうかもしれんな。じゃあ、今度は仰向けになってもらえますか？ちょっと枕の準備しますね。Oh no, she's gonna run into the night. ねえ、ったく、何してんねん、俺は。いやー、参った参った。財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか、店長。おお、先日中か。いらっしゃい。ほう、これはお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね？ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。店長、ハリーですか、それ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこか思ってな。え、本当ですか？お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外ハリ治療やってくれないんです。店長のハリ級だったらお客さんの凝りも良くなるかもしれない。何の音だろう。あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私春やるとき、わしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、早く買うてきて。でも私だと時間かかりますよ。大丈夫や。それまでゆっくりこのお客さんのツボチェックせなあかんからな。じゃあ行ってきます。おう、気ぃつけてな。はよドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけか。
秋村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。なんや、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、的の店で気抜いとるようなど素人の殺し相手ならなおさらや。ん？悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッドハンドの大サービスや。行くでー。おー、うりゃ。Massive man. Yeah, I'd hate to lose my other eye. Shit was intense. ただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もやお前。こっちのセリフや。なよ。邪魔すんで。やっぱりちんけなチンピラかい。ちゃんとお仲間呼んどったちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。リーやと。何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ。何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。せやったら。はい、店長。買ってきましたよ。あれ、店長。誠、
なんやと？おお、ええタイミングや。おかえり、牧村誠ちゃん。お客さんですか？おい、さっさと連れてけや。逃げろ、誠！うわ！店長、どうしたんです、店長？誠、ええから逃げろ。なんなの、店長、店長どこ？牧村、この子が。邪魔すんな、おっさん。おら、おさっとすんな。はい、はい。ああ、何するの？おれ、さっさと連れてけ。くせえ、なんなんやこりゃ。おっと兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまにあの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。ちゅうかあれ何もんやね。あの女は俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねえ。そらこっちのセリフやボケ。前、あんたも死んどき。Well, he can't pull a trigger like that. あいつを逃がしたってくれ。なんやと？あんたしか頼れんのや。あよ、あよ、いかんかい。Ooh, right inside.余計な邪魔しよって。なんや、この状況は。死体の処理が邪魔くさいけど、しゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな、兄ちゃん。お、やったれ。 All right. Welcome to Yakuza, where things go one way and then all of a sudden go another way. Running to Mr. Shakedown at a time like this. 追いついたで。Now you're getting. なんやわれ。The hell are you? 邪魔すんなや。どこのヤクザか知らへんけど、こっちもその女渡すわけにはいかへんのや。返してもらうで。くそー。この辺ぶっ殺したれや。
誰？その声、さっきのお客さんですか？あの、一体何がどうなって？クソが、その女は渡さへんで。すぐに仲間が駆けつける。堺。しつこいな。説明後や。とにかくここを離れるで。何？静かにせ。あ、兄貴！くそ、どないなっとんねん。兄貴、大丈夫でっか？おい、女はまだ近くにおるはずや。すぐに探すで！応援呼ばんかい！おい！厄介なことになったね。If you pursue a spot during your conduct to fight to protect the photo, approach groups of people standing in the streets and press X to point in the episodes.Find out who's keeping the girl safe should be top priority. The goal, grab hold of her and try to drag her off. She'll spin to her energy. Okay. Igure.後ろにおれ。うん、わかった。ちゃうねんって。あよ来てや。あの女どこ行くで。なんで急にこんなことに。話は後で。まずは連中を任んと。イグレ、もう大丈夫なの？せや。おい、危ないから後ろにおれ。こっちやで。今は自分の身を心配せえや。おい、危ないから後ろにおれ。あの、あなたは誰なんです？後でゆっくり説明したる。ちょ、待っとれ。
こっちへ。行くで。もう大丈夫なの？せや。まだ遠くへは行ってへんはずや。おい、危ないから後ろにおれ。うん、分かった。見つかったか。あっちや。何だよ。鍵のせい。おとなしく女渡せんかい。危ないから後ろにおれ。うん、分かった。ねえ、ちょっとどこまで走るの？ちょっと黙っとれ。こっちやで。いつら倒さな先へは行かれへんか。そんなら片っ端から相手したるまで。
strategy tips. もっと遠くへ逃げなあかん。もたもたしてる暇はないで。行くで。あかん。こっちや。階段降りるで。え？階段？ちょっと待って。んな余裕ないわ。よし行くで。おい、危ないから後ろにおれ。やつらを振り切れるはずや。Someone's gonna come around like, think again! Precisely. As if on cue. 手こずらせてくれたな、兄さん。マコトちゃん、渡してもらおうか。くそ、しつこいやっちゃな。お前は、ここでじっとしとけ。誠ちゃん、先逃がしてもええで。どうせ一人やったら遠くまで行かれへん。すぐに追いつけるんやからな。その代わり、ここでお前を確実にぶっ殺す。それからゆっくりと誠ちゃん捕まえて、連れて行かせてもらう。Some money into myself. Yeah.
前ら何もいや、なんであの女狙うとる。お前そんなこと知らんと、 あの女をどうこうしようとしてたんか。なんやと。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。とんだ間抜けや。お前は自分が何に足を突っ込んでんのか分かって。おい、どういうことや。くっここまで来たら大丈夫やろ。お前大丈夫か。おい、何を。心配すんな、奴も逃げた。すぐに会えるはずや。本当に。ああ、どうしてこんなことに。So does he do it? Chapter 4, Proof of Resolve. A completion bonus of 3 million yen earned. Well, let's see what happens next. Until then, I'm going to end this recording. Thank you for watching.